AI 部のタクです。ママです。今回はチャット GPT を使って競馬予想をする方法を紹介します。金庫賞、中山牝馬ステークス、フィリーズレビューの予想をチャット GPT で行い、馬券も買いました。今日はチャット GPT を使った競馬予測の方法、3レース予測してみた結果、チャット GPT での競馬予測のコツを解説します。なんかすごそう。ちなみに、この AI 部のチャンネルでは、AI ツールの効率的な活用方法を紹介しています。ぜひチャンネル登録をお願いします。お願いします。では、早速チャット GPT に競馬予想してもらいましょう。チャット GPT に競馬予想してくれと言うとどうなるでしょうか。このように、チャット GPT に聞いても断られました。今日は、断られずに予想してもらう方法をシェアします。普通に聞いても何度も断られます。チャット GPT は、競馬では正確な未来の予測ができないと言い断ってきました。チャット GPT は不確実な未来の予測は保証できないので、チャット GPT を使って過去の分析をしてもらえれば競馬の順位予想の分析ができるようになります。本当に？では中山牝馬ステークスで分析してもらいます。中山牝馬ステークスに出走する馬のデータをチャット GPT に与えます。そうすることでチャット GPT がそれらのデータを元に分析して順位予想をしてくれます。今回はまず初めの実験なので、通算成績、これまでの着順、獲得賞金と予想オッズだけのデータをチャット GPT に渡しました。もちろんこれだけで完璧な分析はできないので、まずは実験です。まずは実験。このように順位予想してくれました。次は買い方も聞いてみます。どの馬券を買うべきか聞くと、ウマレンフォーメーションで4アートハウスと9クリのプレミアムを軸に1、5、7、8、12、13の6等を組み合わせる、ワイドフォーメーションで4アートハウスと9クリのプレミアムを軸に3、4、5、6、8、13の6等を組み合わせると出ました。このような予想結果になりました。競馬用語わからない。用語はちょっと難しいから今回は理解してなくても問題ないです。はい。では次のレースの予想もしてみましょう。1レース目の中山牝馬ステークスは簡単な分析しかしなかったので、次はもう少し本格的な分析をしてみます。お、楽しみ。次は金庫賞の予想をチャット GPT に頼みましょう。前回のレースでは通算成績、これまでの着順、獲得賞金と予想オッズだけの簡単なデータを利用しましたが、今回は利用するデータを増やしてみます。前回のデータに加えて直近3走の順位と、今回のレースと同様の直近の芝 2000m 両馬場のタイムをチャット GPT に与えて分析させました。そして出た結果がこちらです。ちゃんと出た。では今回も同様にどのような買い方をしてよいか聞いてみます。今回は前回とは少し変えて、期待値をもとに計算して答えてと指示しました。 AI ちゃん、ちゃんと計算してて頭いい。そうするとチャット GPT が期待値をもとにおすすめの買い方を教えてくれました。チャット GPT は単勝で12番のプログノーシスをおすすめしてきました。実際プログノーシスは1番人気の馬でした。単勝以外にもおすすめの買い方があるかも聞いてみました。そうすると副賞でプログノーシス含めて12、2、11を3連単で1位に12、2位に2を固定して3位に11、1、4をおすすめされました。これで2つ目のレースの予想ができたね。当たるといいな。次にサクッと最後のレースの予想をやっていきます。次のレースはフィリーズレビューです。今回は馬のデータがもともと少なかったので、少ないデータしか渡せてません。そういえばこのデータはどこから取ってるの？このデータは全て無料で誰でも見れるサイトから取得しています。レッド競馬やスポナビなどのサイトを見ると集められます。なるほど。はい。では順位予想はどうなるでしょうか。4、13、12、7、11の順との予想になりました。次に買い方を聞きます。今回も期待値を考慮してくれと伝えました。そしてチャット GPT のおすすめの買い方は、ウマレンで12と4、12と13、4と13、4と7をおすすめされました。またワイドで12と4、12と13、12と7、4と13、4と7もおすすめされました。これで3つのレースの予想が揃ったね。ところでチャット GPT に競馬予想してもらうときに何かコツとかはあるの？はい、ちょっと簡単に競馬予想にチャット GPT を使うときのコツをまとめますね。コツの一つ目は、
データをしっかり与えて分析させるということです。できるだけ多くのデータを与えましょう。コツの2つ目は優先度を与えるということです。どういうこと？例えば与えたデータのうちコース適正の優先度を高くしたいなど、何を重視して分析させるか伝えると良いです。なるほど。次のコツはおすすめの買い方も聞きましょう。この時同時にどれだけリスクを取れるか、確実に勝ちたいか、確率は低くても勝った時に大きく狙いたいかなど伝えると良いです。みんな考え方が違うもんね。はい。次は期待値も考慮させることです。この一言を入れておくだけで期待値計算もしてくれます。計算式出してくれてたね。また最も大事なのは 100% チャット GPT のことを信じないこと。リスクがあることをしっかり理解してあくまで参考程度にしましょう。予測不可能な要素があるのが競馬なので、自己責任で投資金額を決めましょう。はい、とても大事なことだね。ところで早くレースの結果が知りたいよ。ではレース結果はどうなったでしょうか。1レース目の中山牝馬ステークスは4、9、8、5、7の順の順位予想でした。馬連やワイドのフォーメーションをおすすめされましたが、1レース目は分析元のデータが少なかったので実際には3連単を100円だけ購入しました。1レース目は実験だったからね。では1レース目の結果です。どうなるかな、どうなるかな。当たったらケーキ10個買ってほしい。実際の順位は8、12、5、4、9の順でした。チャット GPT の予想は外れました。ダーン、ケーキ。ちなみにこのレースは3連単をもし当てていると 25,320 円でした。次は2レース目です。次は当たってほしい。2レース目の金庫賞は12、2、11、4、1の順位予想でした。単勝と副賞3連単をおすすめされたので単勝500円、副賞各200円の合計600円、3連単各300円の合計900円でトータル2000円分の馬券を購入しました。次こそケーキ。実際の順位は12、10、1、3、4の順位でした。単勝250円で当たり、副賞1つも120円で当たりましたが、他は外れ、トータル2000円の投資で1490円の払い戻しになりました。惜しかったけど残念。残念でしたね。次のレースです。次当てたい。4、13、12、7、11の順位予想でした。馬連とワイドをおすすめされて実際にそれらを100円ずつと3連単を100円だけトータル1000円買いました。当たってほしい。これはずれたら微妙な企画になっちゃう。そして実際の順位結果は12、15、9、11、1の順番でした。チャット GPT の予想は外れました。ダーン。3連単は375番人気の 103,380 円のレースでした。3レースの結果、投資額3100円に対し払い戻し1490円という結果になりました。残念。今回は簡単なデータだけをチャット GPT に読み込ませましたが、もしこの動画が好評であれば次の動画以降でもっと凝った分析もたくさん可能なのでまた紹介したいと思います。ワクワク。なのでぜひチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。お願いします。チャット GPT はすごい AI サービスですが、やはり読み込ませるデータの精度や量が大切です。またあまり計算は得意でないところもあります。特に競馬の結果は不確実性が高いので、利用の際は自己責任でお願いします。わかりました。今回ご紹介したコツなどを押さえればチャット GPT に競馬予想してもらうことが可能なので、ぜひ試してみてください。この AI 部のチャンネルでは AI ツールの効率的な使い方や稼ぎ方を紹介しています。質問やアドバイス、感想など何でもいただけると嬉しいです。本当に嬉しいです。ではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。